海上自衛隊の所要装備体制が整いつつある中、イージスシステム搭載艦が2隻建造計画が決定している。混迷の時代へと突入した世界で、日本も防衛反撃の両面で対応することになる。今回はその中でも防空網の強化ということで、イージス艦を詳しく考察していきます。ハグロ収益で8隻体制整ったが、やはり巨大なイージス艦建造の話は白紙結構好きでしたよね。護衛艦ヤマト。2022年12月16日、日本政府はかねてより表明していた防衛費の増額とその使途となる防衛装備品の具体的な調達数等を、国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画の3つの文書で表明することとなった。すでに大枠の内容としては、これまでも漏れ聞こえてきていたものが大半であり、そこまで目新しいものではないというのが大方の見方ではあったが、個別に見れば若干の相違点が感じられる部分も存在する。その中で今回特に着目してみたいのは、四方を広い領海で囲まれた日本の防衛を支える海上自衛隊についてであり、その主力の艦艇については従来の計画を継続しながら微調整が行われているように見受けるためだ。まず今回の前の最後の防衛計画の対抗となった同2019年度分の内容では、海上自衛隊の主要装備は護衛艦54隻、潜水艦22隻、哨戒艦12隻、作戦用航空機190機という体制を目指す方向であることが定められていた。これが今回の防衛力整備計画においては、護衛艦54隻、イージスシステム搭載艦2隻、潜水艦22隻、哨戒艦12隻、作戦用航空機170機とされており、イージスシステム搭載艦2隻分が増加、作戦用航空機20機が減少している。作戦用航空機に関しては、新型機の個々の機体の能力の向上で、数量自体の減少をカバーする方針だと思われるが、イージスシステム搭載艦については、追加の種別の艦艇であり、大きな変更点と呼べるものだろう。このイージスシステム搭載艦は、地上配備型のミサイル防衛システムのようと位置づけられていた、イージスアショアの導入中止を受けて、その代替策として、急遽建造することが決められた、特殊な艦艇である。イージスアショアは、もともと、秋田県と山口県の2カ所に配備することで、日本列島全体をカバーする、ミサイル防衛システムとして期待されていたものだったが、発射した後のブースターの落下地点の制御が困難なことが発覚した。狭い日本の国土においては、このブースターの落下地点の安全性の担保が困難なことは致命的となり、一時は、制御するソフトウェアや、その開発によって回避する方法が施行されたものの、コスト的、時間的に厳しいとの結論が出された。そのため、このイージスアショア導入用に、すでに契約を行っていたスパイス、分レーダー2機や、発射装置をそのまま転用して、艦艇に搭載しようというのがイージスシステム搭載艦であり、いわば苦肉の策で登場したものだ。このイージスシステム搭載艦、2022年夏場には、どうせ建造するのであれば、ミサイル防衛用の兵装に止まらず、反撃能力の付与も、同時に行うのはどうかと、兵装を強化した超大型艦となる構想も、報道を賑わせた。しかし、その取ってつけたかのような大型艦は、その後の検討でやはり実現性、そして、何により、費用対効果が不明瞭と判断された模様で、現行の通常のイージス護衛艦と同程度のサイズで建造することに落ち着いている。この現行のイージス護衛艦という括りが、
今回の防衛力整備計画の中ではポイントになっており、護衛艦54隻体制は従来通りの計画とはいうものの、その中で8隻だった現行のイージス護衛艦は10隻へと2隻増やされている。これは今回の安全保障関連の国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画の3文書の内容を履行するにあたって、防衛費の増額を成し得たこともあり、その結果として、単体では、最も高価なイージス護衛艦の増加を盛り込めたのだと思われる。もともと365日24時間の稼働が陸上配備型ゆえに可能であったイージスアショアに比して、イージスシステム搭載艦はその設備を転用するとはいえ、艦艇であるための維持メンテナンスは避けられず、2隻で同じ体制は行えない。そのため、イージスシステム搭載艦が維持メンテナンス等で任務を離れる場合には、現状がそうであるようにイージス護衛艦がそのカバーを担う必要が生じ、現状で8隻しか保有していない貴重な同艦の行動が制約されてしまう。今回のイージス艦を現行の8隻から10隻へと増加させることは、イージスシステム搭載艦の任務のカバーが不可避であるならば、イージス護衛艦の数自体を増やすことで対処しようという必要に迫られた対応なのだろう。さて、そのような状況が今回の防衛力整備計画では感じられる内容となっているが、現行のイージス護衛艦について海上自衛隊は金剛型4隻、愛宕型2隻、そして最新鋭の摩耶型2隻の8隻を保有、運用している。これらの金剛型、愛宕型、摩耶型の3種のイージス護衛艦は、建造された時代によって、徐々に、艦隊は大型化はされているものの、すべて、アメリカ海軍のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦をベースにした艦艇である。その中で、最新鋭の摩耶型は、当然、最も規模が大きく、基準排水量が8200トン。満載排水量が12,250トン、全長が 170.0m、全幅が 21.0m の艦隊を持ち、満載排水量で1万トン超級のため、巡洋艦と称されることもある。この摩耶型の規模艦は、確かに本家のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦の現在の最新バージョンであるフライト 2A をもしのぐものであり、今年から建造される予定のフライト3よりも数値上では上回るものとなっている。摩耶型護衛艦は1番艦で、ネームシップのマヤが2020年3月、2番艦のハグロが2021年3月に就役を迎えているが、いずれもジャパンマリンユナイテッド社の横浜事業所の磯子工場で建造された艦艇となっている。これまでがどうだったかといえば、金剛型は、3隻が、三菱重工業者の中崎造船所、1隻が、IHI 社の東京第一工場、愛宕型は、2隻とも三菱重工業者の中崎造船所で建造されており、ジャパン、マリンユナイテッド社浜屋型が、初めてのイージス護衛艦建造だ。金剛型と愛宕型は、機関部には、複数のガスタービン機関を組み合わせた小ガグ方式を採用しており、数値上からは最大出力は10万馬力で最大速力は30ノットであり、このクラスの艦艇としては世界標準と言えるだろう。摩耶型ではこうしたこれまでの機関部を改め小グラグ方式としており、これは通常時の低速及び巡航航行ではガスタービン機関によって発電機を回し、その電力を用いて推進し、高速航行には別の専用のガスタービン機関も直接駆動で稼働させる。
このコグラグ方式の採用によって、マヤ型は、最大出力は69000馬力で、最大速力は30ノットと公表されており、先に挙げた混合型やアタゴ型に比すれば、カタログ数値は低下しているが、実用性と航続距離を優先したことが伺える。ただし、厳密には、混合型及びアタゴ型の最大速力は30ノット以上であり、これに比して、マヤ型は約30ノットと評されているため、実際の最大速力も低下している可能性が高いが、対艦ミサイル等の攻撃から見れば大差はないのだろう。マヤ型には、イージス護衛艦として核となる兵器突貫、システムとしては、AWS、イージス武器システムとしてベースライン J7、弾道ミサイル防衛システムとして、BMD5.1 の2つを統合して搭載、迎撃用ミサイルの SM6 は、後日装備となっている。ただし、マヤ型には、CEC、共同抗戦能力が、海上自衛隊の艦艇としては、初めて実装されており、友軍の艦隊の艦艇と共同して、脅威となる敵への射撃管制に必要な情報を即時共有できるもので、今後の必須の能力となることは、間違いない。こうした機関部や戦闘システムにおいても、一口にイージス護衛艦といっても、従来の混合型やアタゴ型から、進化を遂げているのがマヤ型だが、海上自衛隊の中では、次の新造艦は、また、別の艦級になるとの見方が有力である。